わりにしようぜ。キリト自戦剣裏切り切らせてもらったぜ。10分前のお前さんをな。確か昔にお前さんの未来は切れないと言ったな。だが過去ならどうだ。過去はどうあがこうが存在する。何があろうと消しようがないだろ。あ、存在だと。私には過去など。あの一撃を狙うためだったんですね。あまりに激しい斬り合いに見抜けなかった。俺自身もこのままベルクーリさんに斬られるんじゃないかとヒヤヒヤしたよ。そりゃお互い様だ。古びた騎士人形風情が調子に乗ったことを。ヒリ、もはやここに用はない。正しい余興をどうもありがとうございました。待って、走れよ。この地を忌まわしき滞在人の先決で染める気でしたが、今回は諦めましょう。だが次は容赦しない。必ずやお前たちの存在を消し去ってやる。だね、今ジョーちゃんたちを助けるぞ。ああ、助かりましたキリト。それにしてもハーシリアンは私たちから一体何を持ち去ったのでしょうか。わからない。そういえばカーディナル様が種子の解析をしていると聞きましたが。ああ、おそらくハーシリアンが回収し損ねたものを俺が偶然手に入れて、それをカーディナルに渡したんだ。もしかしたら解析の結果が出てるかもしれないね。そうだな、急いで王都へ戻ろう。おお、戻ったか。あれ、ユージオ、セントラルカセドラルのてっぺん降りてきてる。何が起ころうとしているんだ。切り離されていた貝が少しずつ下がってきておる。完全に降りてくるのは時間の問題じゃろう。ねえ、カセドラルのてっぺんが降りてくるってことは最上階に入れるんじゃないの。なあ、そうかもしれないけど。何か懸念があるのか。これまで侵入を拒んでいた最上階が降りてきたんだ。アドミニストレーターの計画は進んだ。あるいは完了したのかもしれない。今のうちにお主らに話しておきたいことがある。例の種子についてじゃ。解析結果が出たんですね。うむ、種子に関してはこっちからも報告しなきゃいけないことがある。その様子から察するにあまり良い話ではなさそうじゃが、まずはそちらの話を聞こう。ふむ、
オシリアンがカラントを使って聖護騎士たちを最終的にカラントの花は種子をつける。ハーシュリアンはそれを回収していきました。聖護騎士から何かを奪うためにハーシュリアンは行動していたってことですよね。いや、聖護騎士だけではないかもしれん。どういうことだ。皇帝の墓地にあった種子を解析した結果、興味深いものが中に入っておった。一体何が入っていたんですか。アドミニストレータに関する記憶情報じゃ。記憶情報。そうじゃ、アドミニストレータに関する記憶情報、思い出、印象、何とでも言い換えはできるがの。それじゃあカラントで聖護騎士から奪ったあの種子の中にもアドミニストレータの記憶情報が。そう考えるのが順当じゃろうな。一つ質問してもいいかしら。なんじゃ。確か最初に見つけた種子は空っぽだったはずよね。そうじゃ、ジャイアント族の種子は空で、皇帝の種子には中身が入っていた。おそらく直接アドミニストレータに会ったことがあるかどうかの差じゃろう。なるほど。皇帝は年に一度最高司祭様への拝謁を行いますからね。それによってアドミニストレータに関する記憶情報を持つことになったのじゃろう。記憶情報が入っている種子を集めているのなら、どうして皇帝のお墓では回収し忘れたんでしょうか。さっきも言ったように、皇帝がアドミニストレータに会うのは拝謁の時のみじゃ。皇帝が持つアドミニストレータの記憶情報にそこまでの価値がないと考えたのかもしれん。あるいは本命は別だったかじゃな。ディソルバードか。うむ、何にせよこれ以上は推測することしかできん。そうだな。あとは直接尋ねるつもりか。ああ、それしかないだろう。私のせいだ。メディノ、私が最高司祭様の復活に手を貸してしまった。そのせいでハーシリアンの真なる目的に気づくのが遅れた。いいえ、あなたのせいではありませんよ、メディナ殿。この事態の原因はハーシリアンです。そうそう、それに悩んだって仕方ないじゃない。ここまで来たらなるようにしかならないわ。それにメディナと冒険者が力を貸してくれたから、東帝国のカラントの発見率は高くなったわ。住民被害も出ずに済んだし、借りは返したんじゃない。そうですよ。それに最上階に登っていくのだってメディナさんが一緒に来てくれるなら心強いです。みんな。メディナ、僕もみんなと同意見だよ。誰も君を責めてないし、自分を責めるのはやめてほしい。でも私はキリトに刑を向けさえした。そんなことどうだっていい。前にも言っただろ、メディナが戻ってきてくれた、それだけで十分だって。キリト。僕もね、最高司祭の誘惑に負けてキリトに剣を向けてしまったことがあるんだ。それでもキリトは許してくれたし、今もこうして一緒に戦ってる。友達ってそういうものなんじゃないかな。一度何かあったぐらいで離れるようなものじゃないんだよ。友人を。おう、そうだぜ。だからメディナは何も気兼ねなんてすることなく、これからも一緒に戦ってくれればいい。ふん、うじうじと悩まれるとアリス様や我ら聖護騎士に対して迷惑極まりない。その暇があるならば鍛錬するのだな。武功を立てたいという思いに変わりはないのであろう。ならば先へ進むほかないぞ。そうそう、メディナッチはなかなか強いからね。将来有望だよ、聖護騎士になっちゃうかもね。飛竜と神器をもらうのはもちろん私たちが先ですけどね。悩んでいても仕方がないわよ、メディナちゃん。今は次のことを考えましょう。メディナの嬢ちゃんはなかなかいい剣士だ。
これでも期待してんだぜ。ありがとうございます皆さん。しかしキリト、お前さんが突然乗り込んでくってのは気が進まねえな。俺がちょっくらカセドラルの様子を見てくる。それまではここで待機していてくれ。わかったベルクリさん、よろしく頼むよ。どうだったベルクリさん。相当危険だな。中は魔獣で溢れてやがる。強引に突破するのは難しそうか。ああ、こっちもそれなりの人数を揃えて倒しながら進むしかないだろうな。一緒に来てくれるか。うん、君が行く場所ならどこへでもついていくよ。私たちはキリトさんの役に立ちたくてこの世界に来たんです。あんたと一緒にいるんだもの、面倒ごとに巻き込まれるのは百も承知よ。お兄ちゃんが行くべきだと思うなら私も一緒に戦うから。ええ、力を貸すわ。まさかとは思うが、俺たちを忘れているわけじゃねえよな。これから俺たちはセントラルカセドラルに攻め込む。おそらく最上階にいるのは最高司祭アドミニストレーターだ。ああ、分かっている。氷協会に所属する俺たちが最高司祭殿に剣を向けるなどあってはならない。だがそれは以前までの最高司祭殿の話だ。なぜアドミニストレーターに剣を向けることができるんだ。俺たちが忠誠を誓うべき相手はお前さんたちの剣で命を落としこの世を去った。故にカラントで人界に混乱を招き人々の命を犠牲に復活を遂げようとする者は断じて最高司祭殿ではない。だからこそ俺たち聖王騎士はカセドラル最上階へと赴き偽りの支配者を切らないとならねえ。わかった、力を貸してくれ。当然だ。人界守護の任を負った私たちがこの戦いに挑むのは当然よ。セントラルカセドラル、このまま放っておくわけにはいかんしな。私たちの家を取り戻さないとね。帰る場所がなくなってしまうのは寂しいです。切り替えのある魔獣いるといいな。僕は少し緊張します。でも逃げるわけにはいかない。正義は私たちにある、そう信じている。ええ、同意見です。共に戦いましょう。聖号騎士はアドミニストレーターに対し今なお忠誠心を抱き続け逆らうことはできない。けど蘇ったアドミニストレーターが以前の最高司祭とは別人だと認識することで彼女に対する範囲を抱けるのか。とはいえ彼らにとっては長年にわたり仕えてきた相手だ。特にベルクーリさんにとっては。お前さんは考えが顔に出やすいな。確かに俺は最高司祭殿にされてきたことやうんざりするほど長かった一生を思い返してもあの人を恨む気持ちは湧いてこない。むしろ面白い一生だったと思ってるくらいだ。だからこそ長い付き合いだからこそあの人の抱えていた苦しみにも多少は察しがついている。だがあの人はお前さんによってその苦しみから解放されたんだ。だから復活なんてあってはならない。たとえ蘇ったとしてもそれは別人さ。ベルクーリさん、心配するな。最高司祭を語る者と対峙しても手加減するつもりはねえ。分かった、頼むよキリト。私にも協力させてほしい。え、
平気なのか。君はこれから最高司祭に反旗を翻すんだぞ。ああ、分かってる。けどベルクーリ様の言った通り、挑む相手は最高司祭様じゃない。これから戦うのは人々の命を奪い最高司祭の名を語る悪人。そうなんだろう。中は危険だぞ。承知の上だ。それに何よりも私はただ一緒に行きたいんだ、友と。以前までの自分では持ち得なかった感情だ。お前たちのためにこそ戦うべきだと考えている。それなら俺たちも行かないとな。ええ、もちろんです。みんな、ここから先は危険だぞ。でもあんただって行くつもりなんだろう。だから俺たちも行くんだ。はい、友人であるメディナさんのために。ありがとう、キリト。改めて言う、私と友人たちにも協力させてくれ。ありがとう。これだけの人数がいればきっと最上階へ行けるはずだ。それじゃあセントラルカセドラルへ向かう準備を始めよう。ええ、キリト、出発の際は声をかけてください。キリト、カセドラル突入の準備はどうだ？まだ時間がかかりそうだ。私もだ。みんなも手こずっているようだな。魔獣討伐に王都近郊での暗黒騎士との戦いも重なって、王都の物資が不足しているのが現状らしい。それらが揃うまではカセドラルには入れないか。そこでだ、一つ頼み事を聞いてくれないか。何でも言ってくれ。私はこれからいくつかの帝国を回り、冒険者たちの増援が望めないか確かめてくる。そっか。それでだ、キリト、お前にも一緒に来てほしい。俺？ああ、お前が王都を離れることは対策本部にとって良くないのかもしれない。だけどこの旅はお前と二人で行きたいんだ。頼む。分かったよ。いいのか？これからもっと忙しくなるしな。気持ちの整理をするには今しかないと思う。そんなメディナに何かあったら俺はみんなに責められてしまう。護衛の意味も込めて俺も行くよ。感謝する、キリト。では早速出発の準備をしよう。必要なものは全部揃ったみたいだな。ああ、これで出発できる。オルティラノス、久しいな。私を覚えているか？もちろん。中堅学院の生徒か。前にメディナをいじめていた連中だな。隣の男は見覚えがあるが、すまぬな、平民の顔は覚えられないんだ。はあ、構いませんよ。それで一体何の用だ？釣れないな。学友に街でばったり会ったのだ。声をかけるのは当然だろう。貴様の近況も聞きたいしな。確か魔獣討伐に協力するため一時的に学院を去ったはず。ええ、対策本部に協力し武功を上げるために。武功だと？まったく笑わせてくれる。貴様が魔獣を倒したところでその成果を認める者などいるか。
こいつら。貴様は欠陥品なんだぞ。その事実を忘れたのならば、再び私たちが思い出させて。その辺にしておいたらどうだ。何？貴様、欠陥品をかばうのか。そういうわけじゃないが、少なくとも彼女の魔獣討伐という行動には敬意を払うべきだ。魔獣討伐が何なのだ。名声欲しさに参加しただけだろう。だとしても彼女たちが戦ってくれているおかげで、俺たちは安全なアウトで生活を送ることができている。彼の言う通りだわ。お前まで。それにオルティナノスって強いんでしょ。ああ、昇級試験でもいい成績を収めていた。実際に剣技も見たし、あれを否定することはできないな。そうね、私の叔父も褒めていたし。叔父だと？アルティミアス様が欠陥品を褒めていたのか。アルティミアス、例の猫杓子だな。アルティミアス様がそうおっしゃってるんだ。認めるしかないんじゃないか。くっさあ、もういい、行くぞ。それではな、オルティナノス。叔父がまた会いたいと言っていたわ。ぜひ屋敷にまた来てね。ああ。大丈夫か。正直何が起きたのかいまいち飲み込めていない。貴族が私をかばったのか。なぜそんなことが。メディナの努力がオルティナノス家に対する否定的な印象を覆したんだ。まさかこんな日が来るとは。散々頑張ってきたんだ、当然だよ。少しずつとはいえ、私の努力が実を結び、目に見える変化として実感するのは初めてだ。お前を裏切った私がこんなことを言うのもおこがましいが、今はすごく嬉しい。おこがましくなんてないさ。メディナが自分で手に入れた成果だ。素直に喜べよ。それはそうだが、正直心の中では自分の行いを完全に肯定できてはいなかった。行いってオルティナノス家の汚名返上を目指してたことだよな。ああ、頭の片隅ではそんな未来など訪れないだろうと諦めていた。だからこそ私はあの力やハーシリアンの誘いに惑わされたんだ。でもメディナは戻ってきてくれた。お前たちが諦めずに私と関わり続け、運命は変えられるのだと教えてくれたおかげだ。そんな偉そうなことを示したかったわけじゃないよ。ただメディナなら変えられると思っていただけさ。だからこそ無理をするメディナを放っておけなかった。仲間として頼ってもらいたかったんだ。遅くなってすまない。これからはもっと頼ることになるだろう。あ、どんどん頼ってくれ。さて、思わず話し込んじゃったけど、もう出発できるんだよな。必要なものは全て揃った。いつでも大丈夫だ。それじゃあ行こうか、冒険者たちへのお礼を言いに。俺たちは東帝国の英氏失踪事件を追っていく中で、蘇りの暗黒騎士を発見。人海を脅かす脅威となる彼らを討伐する。そして暗黒騎士たちが大軍を蘇らせ、王都に侵攻する作戦を察知し、復活の根源を断つためカラントコアを捜索した。結果、俺たちは東の大門でカラントコアと暗黒騎士団長グオンタを発見。仲間たちと共に打ち倒す。その後カラントコアを切り、アドミニストレーター復活に必要な新勢力の吸収を抑えられた。
そう安堵するも、感謝を述べつつ現れるハーシリアン。突如彼は聖号騎士全員をカラントに拘束、魂に干渉し何かを回収する。奴の歪んだ思惑でベルクーリさんと俺は剣を交え死闘を繰り広げるも、ベルクーリさんは隙をつき裏切りで奴を切った。だが目的は果たしたと笑うハーシリアン。奴が持ち去ったのは聖号騎士たちの記憶情報だったと判明するも、その目的は不明。そしてついにカセドラル上層部が接続される。それはおそらくアドミニストレーター復活の準備が整ってしまったことを示す。俺たちは人海の脅威となる彼女の復活を阻止するため塔への潜入を決意。だが俺はその前にメディナの旅に同行することに。なあ、いいぜ。頼む。